あ、この匂い分かる。この辺、この辺、ここ来てみ、ここ。しない？この辺からする。お疲れ様です。今日は1月20日です、はい、今日はね、もうすでにレッスン1個終わりまして、で午後から、はい、レッスンもう1個あります。準備していきます。昨日豪徳寺のもっかさんでね、髪またやってもらったんですけど、だいぶねさっぱりしたんですが、まだねセットの仕方がねちょっと慣れてなくて、でいつも使ってるワックスよりももう一個さらに柔らかいやつなんで、なんかうまくいってない気がする、はい。まあ、徐々に慣れていきましょう。で、やることリストがねもう溜まっちゃっててやばいんですよ。追えなくなってきている。今日明日、明日結構厳しいか。うん、そうね、うん、今週末でなんとか整えて、で来週が壊滅的なんで、それに備えるという感じですね。この辺から本当慎重にいかないとやばいです。で新しいハードディスク、はい、こちらにあります。でこれ場所よろしくないんで移します。はい、本日のレッスンも終了しました。はい、で今日はねひたすら動画やることリストを進めていきます。はい、本日の Vlog の編集が終わりまして、食材を買いに行きます。片栗粉ない。もう真っ暗です。ビール飲んじゃおっかな。どう思う？あ、そうですか。昨日飲んでないからね、禁断症状が。一日で終了。寒いよ。豚バラと片栗粉、とりあえず買いましょう。お好み焼きでいい？リベンジ。何が原因だったのかわからない。片栗粉入れたと思うし、卵も入れたと思うんだけどな。また豆腐の水分が結構残ってたのかな。しかもちょっと焦げたんだよね、あれ。1回目は大丈夫だったの。あ、この匂い、この辺、ここ来てみ、ここしない？この辺からする。ちょっともっと強い時もある。なんかあの匂いが別にここだけじゃなくて、どっか池袋とか歩いてたりしてもたまにするときは、それがすごい嫌なの。すごく嫌な匂い。
帰りもう一回、うん、はい戻ってきました。ではここから肉味噌そしてお好み焼きリベンジやっていきたいと思います。同時に進めていきますよ。味噌汁が若干残ってるな。じゃあ一杯やっていいですか。すいません、ビール飲みます。お疲れ様です。うまい。先に肉味噌の仕込みやっちゃおう。ごま油があんまりない。ごま油なくなりました。肉味噌作るの結構久しぶりですよね。あれ？ある。ある。残念。もう火かけちゃったんで。肉味噌。そうですね。うん。別にあって困るものじゃないかな。うん。うん、冷凍庫の中身もちょっとあれだよね。一旦整理整頓というかさ。したいね。いろんなもの入ってる。一食分のチャーハンと白米一食分、さらにはあれだな、ピザ軍団がかなりいるでしょう。あ、いつも豚でやってたんだ俺、肉味噌。今回牛と豚の半々のやつ買っちゃった。まあいっか。もう久しぶりすぎてなんかよくわかんなくなってこれで全体的に均一に。来てます来てます。やばい、収まりきれてない。ただめっちゃいい感じ来てるよ。今回のお好み焼きはペチャペチャしてない。うわ、怖いです。これやりすぎるとパンチ効きすぎるから。もう肉味噌もだいぶいい感じです。おい、できました。食べて。僕焼く。うん、肉味噌 OK。 全然違う、牛が入る。どうする、もう一個食べる。今、麻婆茄子ちょっとやってるけど